はい。訳ありダイエットウォークのまこねーです。今日はなんかね、風っぽい鼻声というか喉が痛いって感じなんですけど、なんかね、今日はちょっと歌いたい気分なんです。そう、カラオケ行けやみたいな感じなんだけど、そう、今日はね、ちょっと歌っていきたいと思います。うん。<laughs> まあ、あの、うんと、昨日の放送を、収録を聞いてた方は、うんと、路上のカラオケライブしたいんだよね、なんて話を、えっ、ー、と、してたような、して聞いてた方もいらっしゃるかもしれません。うん。そう。まあ、まあ、ね、まあ、カラオケ音声で流しながら歌う分には、まあ、うんと、まあ、どんな歌でも、 大抵歌える、じゃあ歌えるんですけど、今日は私がね、えっと、普段、うん、とスマホの中に入れて、歩きながら聴いたりするような、最近聴いてる曲なんかを元に歌っていきたいと思うんですが、まあ、あの、うんと <laughs>、まあ、風邪っぽいっていうのと、えっと、喉が痛いっていうのと、そもそもカラオケの音声が、この、えっと、 私はね、ヘッドホンつけて聞いてるので、聞こえるんですけども、えっと、皆さんには届かないので、そう、アカペラというよりも、何言ってんのこいつ、何やってるのみたいな感じになっちゃうと思うんですが、まあ、あの、うんと、気にしないで最後まで <laughs>、聞いてください。まあ、一応、歌詞カードを見ながら、うんと、歌っていこうかな、なんて思ってるんですけど、そう。 まあ部屋の中なんで、そんな盛大にでかい声も出せないので、まあ小声で、小声で、はい、やっていきたいと思います。まあ、ついでなので、えー、っと、まあ、いっか、今日は、まあ、ゆるくやっていきましょう。最初はね、そうだな、えー、っと、加藤時子さんの乱パ戦。うん まあ、この間の、えー、っと、おじやのライブで歌ったんだけど、盛大にこけたやつですね。そう。私はあれがすごく悔しくて、あの、もう一回どっかでやらかしたいなとか思うんですけど、あ私、加藤と子さんがすごく好きで、うん。なんか、もう本当、あの、 存在感そのものがもうアートみたいな感じの人で、まあ、私ね、実際ご本人にお会いしたことがないんですが、まあ、長岡市にはご縁がある方で何度も来てられるみたいなんですね。まあ、いずれ機会があったらお会いしてみたいなと思っている方です。はい。まあ、その方がね、えっ、ー、と、20代の時の恋の思い出を、まあ、恋となかなか遠慮くなった40代に書いた曲で、アキナちゃんを、うんと、見て、 アキナちゃんに歌ってほしいってことでアキナちゃんに提供したっていう逸話があるみたいですね。まあ、どっちかっていうと、中森アキナさんが歌ってられたっていうイメージの方が強いかな。もしくは、えっと、アキナちゃんがね、あの、歌いながら結構、これの、この曲聴きながら、聴きながらアキナちゃん結構ポロポロ泣いてるのよね。まあ、泣いてるシーンなんかを思い当たる人も結構いらっしゃるかもしれませんね。まあ、そんなわけで、歌ってみましょう。うん。 私がね聞いてるのはあきなちゃんのナンパ戦あリれ,れ 恋なんて忘れればいい泣きたいだけ泣いた目の前に違う愛が見えてくるかもしれないとそんな強がりを言ってみせるのは あなたを忘れるため寂しすぎて壊れそうなの私は愛の何折れた翼広げたままあなたの上に落ちて行きたい海の底へ沈んだなら 見たいだけ泣いてほしい他の誰かを愛したのなら追いかけてはいけない惨めな恋続けるより別れの苦しさ選ぶわ そんな一言で振り向きもせず。 別れたあの朝にはその寂しさ知りもしない私は愛のナンパ何愚かだよと見分かれてもあなたを追いかけ抱きしめたいつむじ風に身を任せて 「あなたを海に沈めたい」 とか感想中私は聞こえてるけど音声は入らないんだね <laughs> <laughs> あなたに会えないこの街を今夜一人歩いた誰も彼も知らんぷりで無口なまま通り過ぎる たかが恋人を亡くしただけで誰もかもが消えたわひとりぼっち誰もいない私は愛のナンパフ ずっとカラオケ全然歌ってなくて、まあ、まあ、お店で歌ってた時はね、毎日歌ってたから、まあ、なんか、もう一つ二つぐらい高い声で、えっと、のびのび歌えてたんだけど、なんか、えっと、すぐ最近声が潰れちゃうのよね。<laughs> そう、まあ、なんか、 もっと、もっと、ガンを歌うと、そのうち、えっと、声が出てくるんじゃないかなと思うけど、ま、特に今日は、風声だからね。そう、そんなわけで、次は、何歌おうかな。うーんと、次はですね、えっと、これも、懐かしいよね <laughs>。 そうセーラー服と機関銃を歌ってみたいなそう、まあ、セーラー服と機関銃っていう映画があったんだけど、まあ、最近だとあれあの子何だったっけえっとえー、っとえー、っと忘れちゃった <laughs> そう最近よく映画に出てる子が、まあ、主演でリバイバル上映されてましたねうんまあどちらが好きかっていうことでもないんですけども私はねこの映画結構あの ビデオで見たかな、まあすごくなんか泣いた記憶がありますうんそうこのね「セイラー服と機関銃じもねすごく好きな曲ですねそう多分これはカラオケとかで歌ったことないんじゃないかなまあ、とりあえず歌ってみましょうかね てて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 てさよならは別れの言葉じゃなくて再び会うまでの遠い約束 夢のいた場所に未練残しても心寒いだけさこのまま何時間でも抱いていたいけど このまま冷たい頬を温めてやいいけどなんか読んでるって感じだね私 <laughs> 都会は病気ただ身の泡正しさ 恋もコンクリートの青の中君が巡り合う会に疲れたらきっと戻っておいで愛した男達たを 思い出に帰っていつの日にか僕のことを思い出すがいいたこの間の片隅にでも 落ちて読んでる歌詞,が歌詞の歌詞カードがちょっと分かりづらいな、うん、スーツケースいっぱいに詰め込んだ 希望という名の思いに持つを君は軽々ときっと持ち上げて笑顔見せておけよう愛した男たちを 輝きに変えていつの日にか僕のことを思い出すがいいただ心の片隅にでも 小さくメモして、うん、<laughs> なんか思い込みで歌,歌っちゃっててあの途中で死がなんか <laughs> まあ日本の死は難しいねまあ,あの私のえー、っとプレイリストの中に入ってる曲まあまあ まあね、うん、そう、まあこれはそんなにいっぱい入れてないんだけど、うん、まあ今日は歌いながら泣きたくなっちゃうような曲はちょっと <laughs> 避けたいので、うん、ちょっと、うん、あと大きい声も出せないから、まあ何がいいかな、そう、えっと、うん、ちょっと、 かなり昔。まあ、今日は夏メロっぽい曲が多いんだけど。そう、えっ、ー、と、なんだっけ。えっ、ー、と、マドンナたちの、マドンナたちのララバイ歌ってみようかな。えー、っと、さあ、マドンナたちのララバイも、えっ、ー、と、サスペンス、火曜、火曜サスペンスかなんかの歌だと思うんだけど、火曜か金曜のどちらかだったかな。私ね、これもね、 岩崎宏美さんがエジプトで歌ったライブがあるのよ。そのね、さあ、眠りなさい、疲れきった、体を抜け出して、青いそのまぶたを、口、ビルで、そっと、 塞ぎましょう。あ、できるのなら生まれ変わり。あなたの母になって。私の命さえ差し出して。 あなたを守りたいのですこの町は戦場だけだ男はみんな傷を負った戦士 どうぞ心の痛みを拭って小さな子供の昔に変えて熱い胸に甘えて <laughs> とね、エジプトのカイロのピラミッドの前でえっと歌ったライブ YouTube にあるのよ。本当はね、あれは鳥肌ものよ。そう、興味ある人は探してみてください。そう、私にだけ見せてくれた。あなたのその足だ。あの日から決めたの。その、 夢を支えて生きてゆこうと。恋ならばいつかは消える。けれどももっと深い愛があるの。 ある日、あなたが背中を向けても、いつも私はあなたを遠くで見つめているマドンナ。今は、 心の痛みをぬくって小さな子どもの昔に変えて熱い胸に甘えてえ <laughs> …うん。 これ大人になってまあよく聴いていたのは中学生高校生ぐらいだったんだけど大人になって歌うと本んと、うん、なんか感慨深いもあるよねこの歌 <laughs> さあサクッときましょうこれもこの間ちょっとやらかしちゃった曲やらかしたってことじゃないけどそううんと「プリンセスプリンセスの M を」の「M」を まあなるべくね、アカペラで歌っても歌ってるなっていうのは分かるような曲だけを選んでいこうかな。いつも一緒にいたかった。隣で笑ってたかった。季節はまた変わるのに。 心だけ立ち止まったままあなたのいない右側に少しは慣れた つもりでいたのにどうしてこんなに涙が出るのもうかなわない思いならあなたを忘れる勇気だけ欲しいよ今でも 覚えているあなたの言葉肩の向こうに見えた景色さえも遠あげ星が森へ帰るように 自然に消えて小さな仕草もはしゃいだあの時の私もいつも一緒にいたかった隣で笑ってたかった季節はまた変わるのに 心だけ立ち止まったまま出会った 秋の写真には、はにかんだ笑顔。ただ嬉しくて、こんな日が来ると思わなかった。まあ、また気もしないで、あなたを胸に抱きつけてた。 あなたの声聞きたくて消せないアドレス M のページを指で辿ってるだけそう once again 夢見て目が 冷めた黒いジャケット後ろ姿と誰かと見えなくなってゆくソファーサゲ星が森へ帰るように しれんに消えて小さなし草さもいつまでもあなたしか見えない私もまあこの M もねそう。 うん、まあ結構あのー、私が中学生1年生ぐらいじゃなかったかな M が流行ったのもうちょっと後だったかな高校生にはなってなかった気がする、うん、ダイヤモンドのそうダイヤモンドだねよあいくつかの場面のダイヤモンドのカップリングだったんだよねそう、うん、ダイヤモンドも好きなんだけどもう ああいう声張り上,がり上げちゃう系は、もう今日は部屋の中なので <laughs>。そう。部屋の中で、まあ、でかい声出してると、なんか歌ってるうちにだんだん声でかくなっちゃうんだけど、まあ、さすがにね、そう、隣近所どんな人が住んでるか、実は私よくわからないからさ。そう。ちょっと遠慮しがちで。うん。まあ、次はね、あんまり、あの、うんと、まあ、カラオケでこそ歌ったことあるけど、 えっと、アカペラでとかはちょっとないなという曲を言ってみたいと思います。うん。高橋優さん。高橋優さんっていいんだよな。うんとね。あのー、メジャーっていうアニメあるじゃないですか。メジャーってアニメの、えー、っと、メジャーの2。 うん、そう、メジャーのね、えっ、ー、とシゲあの、主人公の彼の、えっ、ー、と、息子さんが、このキャッチャーとして頑張るっていう物語があるんですけど、多分ね、今でも、サンデーで絶賛、絶賛やってるんじゃないかなと思うんだけど、このね、えっ、ー、と、メジャー2の主題歌だったかな、エンディングだったかな、の曲で、高橋優さんのね、プライドって曲がすごく素敵きなの。本当に、あの、なんていうんだろうな、うんと、 あのー、まあまずは歌ってみましょうそう、うん、これもう最後超張り上げる系なんだけどまあこえバージョンで「君ではダメだと」 言われてしまったか君じゃない人の方がいいと諦められたかそんな言葉を本当だと思うのかまだやれるのにちくしょうと叫ぶ心はあるか どこを見渡してみても希望がないのなら君自身がそれになり誰かを照らせるってことさ誰にも期待されてないくらいがちょうどいいのさここにいる意味を刻み込むのさ何度倒れても <laughs> まだやれるさあ、立ち上がれ、その心よ。焼き尽くせ、命の火よ。どこまでも行けるよ。君が望むのならば、何もかも叶えに行こう。そしてまた笑いあおう。その真逆を煽る風が吹いているとしても、誰にも期待されてないくらいがちょうどいいのさ。 ここにいる意味を刻み込むのさ何度倒れても <laughs> そういやちょっと <laughs> ちょっと別の声を出さないと歌いづらい <laughs> いやああ出るのかなぬね <laughs> しっぽ 失敗してひっくり返す一人よりも何もしないでそれを嘲笑うバカばかりなんだ。他人の間違いという名の甘い蜜を貪り続けてゆく。 とは幸せなんだろうか心から君を何度も笑い合っている瞬間を思い描きながら今日を生きているよ叶わないと信じてりゃそりゃ叶わないよ叶うと信じるところから夢は始まるのだろう 数えきれぬ悲しみと数え切れぬ過ちとやりきれぬほどの悔しさを飲み干して這い上がれ言うでもそしてまた笑い合おうその真逆を煽る人が手ぐすね引いてても誰かの期待を裏切るくらいがいい 生きてゆく意味を作り出すのさ何を失ってもーあーどっちにしても苦しすぎた <laughs> うん <laughs> セーブしながら歌うってかなり <laughs> 大変ねうん はッ<サ> <laughs> 立ち上がれ、その心よ。焼き尽くせ、命の火を。どこまでも行けるよ。君が望むのならば。何もかも叶えに行こう。そしてまた笑い合おう。その真逆を煽る風が吹いているとしても。誰にも期待されてないくらいがちょうどいいのさ。ここにいる意味 君を刻み込むのさ何度倒れても生きてゆく意味を作り出すのさ何を失っても君ではダメだと言われてしまったか君じゃない人の方がいいと諦められたか そんな言葉を本当だと思うのかまだやれるのにちくしょうと叫ぶ君が主役の明日をさあ始めよううんもう満足 <laughs> もう今日はもう満足 これれれでゆっっくくり寝れるかな、うんうん、そう <laughs> もう喉が痛いいどら喋ってるんだうん。 じゃあこれを今日最後の歌にして、えー、っと今日はもう歌って、歌って、歌い潰して終わりにしようかな。足元を見てごらん。これがあなたの歩む道。ほら、前を見てごらん。あれが あなたの未来母がくれたたくさんの優しさ愛を抱いて歩めと繰り返した はまだ幼くて意味などは知らないそんな私の手を握り一緒に歩んできた夢はいつも 空高くあるから届かなくて怖いねだけど追い続けるの自分のストーリーだからこそ諦めたくない 不安になると手を握り一緒に歩んできた。 その優しさを時には嫌がり離れた母へ素直になれずほら足元を見てごらんこれがあなたの歩む道ほら 前を見てごらんあれがあなたの未来ああこれは確実に選曲を間違った気がする <laughs> これ野外ライブかなんかで、ね 長い。で、最後に歌ったら確実にヤバいパターンだね。<laughs> 優しさを、時には嫌がり、離れた。 はえ素直になれず、ほら、足元を見てごらん。これがあなたの歩む道。 ほら、前を見てごらん。これがあなたの未来。ほら、足元を見てごらん。これがあなたの歩む道。 ほら前を見てごらんあれがあなたの未来未来へ向かってゆっくりと歩いてゆこう uh-huh mm, mm. <clears throat> 船を漕いで行けお前の手で漕いで行けお前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな私はね中島みゆきさんバージョンの空船がすごい好きな、うん、そう TOKIO の声が実はあんまり好きじゃなくて その船は今どこにふらふらと浮かんでいるのかその船は今どこでボロボロで進んでいるのかな流されまいと逆らいながら船は挑み船は痛み 全ての水符が恐れをなして逃げ去ってもその船を漕いで行けお前の手で漕いで行けお前が消えて喜ぶ者にお前のオールを任せるな 今聴いてるのは、俺と嫁さんのギターのギターで聴いてる。うん、その船は自らを空船と忘れているのか、その船は舞い上がるその時を忘れているのかち。 水平の果て水平の果てそこが船の離陸地点すべての港が明かりを消して黙り込んでも その船を漕いでゆけお前の手で漕いでゆけお前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるなああ <laughs> 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 何の試験の時間なんだ何をさばかかりなんだ何を狙って付き合うんだ何をのふんだ 何の試験の時間なんだ何を裁くはりなんだ何を狙って付き合うんだ何が歩を踏んだその船を漕いで行け。お前の手で漕いで行け。お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。その船を漕いで行け。お前の手で漕いで行け。 が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな <laughs> まあそんなわけで今日はなんか急に歌いたくなってそう歌いたくなってまあ歌うだけ歌ってはいまたさようならというような感じになりますがそううんと ななんだろうねそうねそんか今日ねしゃあの、うん、と朝はなんか今日 M キャスでこんな話したいなーなんていうのがあったんだけどなんかえっとそれがさーっと抜けちゃってそうあのなんか昼下がりの前にちょっと体の中のいろんなものを吐き出して涙と一緒に流してしまいたいなーっていう気分になりましたそんなわけでね、えー、っと M キャスの中でうんと まあ、マイクに向かって歌ったのは、まあ、初めてかな。そ,う、まあ、そんなわけで、また明日そう、また明日、どんな日になるか分かりませんが、楽しみに、そう明日を待って元気に過ごしていきたいと思います。まあ、こねーでした。バイバイ。